皆さんこんにちは本日は想像の正体とはひらめき霊感それともということでお話をしてみたいと思っております想像とは何かクリエイティビティとか創作というような言葉でも使われますがこれらは何か特別なひらめきや特殊なインスピレーションというものを連想されがちですねセレンディピティ と言ってみたり、霊感と言ってみたり、そのような日常とはちょっと異なる神秘的な要素を思い浮かべることも多いのではないでしょうか。しかし、結論から言いますと、私としては想像というのは確率と偶然の問題ではないかなと思っております。まあ、世の中というのは、生きているうちは先のことは結局死ぬまでわからないということになりますね。 つまり何かをやってもそれが成功するかどうかそして何を何が当たるのか何が喜ばれるかということは事前にはなかなかわからないものですさまざまな出来事やさまざまなアイデアいろんなイベントや人間関係それらが我々の周囲に満ちあふれてよりますねそしてそのいろんなものそれぞれの組み合わせで日常生活というものは作り上げられています その組み合わせの中でごく一部がたまたまうまくいって、そしてさらにその中のほんの一握りが成功という形になっていきますね。それ以外はほとんどただの偶然であり、まあ,あってもなくてもいいものとかね、えー、むしろ災いを及ぼすものというような、 思いつきとか、ね、行き当たりばったりとかたまたまとか偶然という形でですね、えー、まあ失敗してみたりちょこっとうまくいってみたり気にもしないような形で過ぎ去っていくそういうういいいなな偶然にに満ち溢れているという形になりますね、まあ。その中でもね、えー、いろいろな組み合わせというものがありますけど我々は何か企画をしたり物事を作り上げようというような形に なっておりますとどうしてもねそういう組み合わせというものを意識的に考えていかなければならないということになりますねまあ、我々人間はおびただしい組み合わせおびただしい偶然の中に生きていてその組み合わせの中のほんの一部がかろうじて成功するという形になっているということになりますねそしてその組み合わせ巡り合わせ そのものがですねすべて想像であり創作でありクリエイティブであるということができるのかと思います特に物事を企画したり作ったりする場合はこれらの 偶然というものに、ね、任していく置くわけにはいかないという形になりますね。意識的に細心の注意を払ってその組み合わせとかアイデアとか工夫をですね盛り込んでいかなくてはならないという形になりますね。そしてその中で斬新な組み合わせ楽しい意外なコンビネーションというものを見つけ出していくという必要がありますね。 その中で最もわかりやすいものは食べ物であるんじゃないかなというふうに思いますね。料理というのはよく創作の原点であるなんて言われますね。最も身近な例で言えば例えばね、えー、アンパンとかカレーパンなんていうのはわかりやすいですよね。アンパンとかカレーパンというものはパンというものが日本に来た時にはまだ存在していなかったわけですね。日本人ののどっかの誰か誰が パンにあんこを入れたら面白いんじゃない,とい,ゃないというようなアイデアを実践してそれが受けたそれが発祥ということですね。そしてそれがまあできてから何十年経ても現在まで継承されているというねまあすごいヒットということになるわけですね。この パンとカレーの組み合わせ最初に思いついた時は単なる思いつきでしかなかったけどそれがですね後々かなり時間が経ってもね10年20年30年50年100年たってもまだ継承されているという爆発的な威力を内在していたわけなですね。おそらく多分アンパンンパパカレーパン以外の組み合わせも いろんな人がさまざまな形で膨大に実験されていたのではないかと思いますね例えばあパンと豆腐とかね、えー、パンと納豆とか人参とかねパンとうどんとかそういうような、ね、いろんな組み合わせがあってそこの中で本当にね、えー、わずか何種類かが残っているという形になっているわけなんですねそうなるとやはりね、えー、クリエイティビティというのは組み合わせと確率の問題なんじゃないかなというふうに思うわけですね そしてですね今度は料理とそのクッキングという意味ではどうなのかなというふうに思いますね一般的に料理がうまい人というのは頭が良いというふうにされていますね同じ料理を作るにでも、うん、違った材料にするとかちょっと度合いを変えてみるとかねえ組み合わせる順番をずらすとか量 か分量とかねそういうものを変えてみるとかそういうような工夫をですね、えー、常日頃やっている人つまり 1+1 は2という形でそのレジュメでね固定したものではなくそれにね、えー、また違った要素を加えてみたり。えー その順番とか手順とかね材料とかそういうものを変えてみるそういうような工夫とかそういうような取り組みをですねいろんな PDCA をくるくる回しながら継続できる人が最終的には料理上手な人という形になっていくんじゃないかなというふうに思うわけですね。テレビでタモリクラブという番組がありますけどこれもねタモリさんも料理上手ということで知られておりまして。 タモリがたまに料理の腕前を披露することがありますね。番組内でどうだという形で作ったりします。食べた人は一概ににに非常に美味しいといとう,ふうに驚きますね彼の場合は手さばきとかね、えー、まあ知識とか材料とかそういうものもね、えー、見事なんですけど、えー、普通の人とはねちょっと違った意外な組み合わせとかね、えー、なんかこうトリッキーな要素をこう加えてねピリリとこういうふうに入れるとピリリと。 味が変わってくるんだよみたいなことをね得意げに説明したりするけどそういう部分が番組としてもこう非常に面白かったりしますね。あとはまあタモリといえばお笑いなんですけどお笑いというのも同様にクリエイティビティの高さが要求される職業ですね。 たとえ同じ冗冗冗談談談を言ったととしても非常に面面白白いいああままりりくない冗談がありますね同じような形で冗談を言ってもその全国関係とかアレンジとかね落差とか持ってき方で面白くもなるしつまんなくもなってしまうというところがありますね。これもやはり組み合わせの楽さ斬新さ緩急これらの違いによるものなんじゃないかなというふうに思いますね。 ありふれた組み合わせでありふれたパターンで先が予測されるような形で冗談を話しても結局は誰も感動はしなないいととうことになりますしかし同じような冗談とか同じような設定でも今まで気づかなかった新しい視点とかねちょっとこうタイミングをずらしてみるとか。 うん、面白いアイデアを入れるとかね例え話を組み合わせるとかそういうことをすることによってまた違った新しい笑いが出てきてくるということになりますね。まあ、例えば落語の小晴らし「小話で有名なものがありますが「隣の壁に囲い,いができたね」へー。へえというねよく知られたものがありますね。これは一番最初 誰がどう作ったのかはもちろんわからないんですけどできた当初はお,おそらくねえ面白い冗談だったんじゃないかなというふうに思われますねしかしまあこういうネタは落語にも使われるぐらいなんで、えー、まあ、すぐルフしたりね普及してきてしまうとみんなが知って、えー、陳腐化してしまいますねありきたりになりお約束になってしまいます そこにまた今度新しくねちょっとこうひねくれた人間が新しい斬,線斬新さ工夫などを加えていくわけですね。うん、隣の家に囲い,いができたねかっこいいというような形になるということになりますね。そうなるとおなるほどとかお新しいなというような形でくすりと笑ったりにやりとしたりするという形になりますね。しかしこれまた結局普及するとすぐに飽きると。 そうすると、まあ、自分なりの他のの人が考えてななないいい切りり口みたいなものを、ねえー、要求されるという形になりますそして、まあ、例えばですが「隣の家に囲いができたね」と言ったら「おめかこさんでも囲っているのかな」なんてね、えー、続くとまた新しい誰も行ったことない切り口ということになって、まあ、一つの斬新さということになるんじゃないかなというふうに思うわけですね。 まあ、ということでね、えー、クリエイティブの高さというのはその組み合わせの斬新さそしてまあそれらのね、えーまあ、確率とか量とかね、えー、そういうような問題になってくるのかなというふうに思うわけですね。ということでね、えー、想像の正体とはひらめき。 霊感それともという形でお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録やコメントなどもいただけますとありがたいなと思っております。ではありがとうございました。失礼します。